はい、オラホさんの VSR1 カスタムほぼオリジナルで、このバイポッド、せっかく買ったんだけど、あっちのおもちゃのには寸法が合わなくてつかなかったんで、他につけるのはないからとりあえず重いあんま意味ないけど、とりあえずつけるとこがない、行き先がないんでつけてみました。んで、このグリップ俺すげえ気に入ってんすよね。この位置構えやすいの、なんつったらいいんだろうね、ちょうどいいんだよね、位置がね。分かりにくいな。で、とっさにバイポッド使うときは、分かりにくいね。まあこのグリップのを使って、こっちの本ちゃんのは引っ張ってくいって感じ。で、足を伸ばして、まあ、こっちはちょっと時間かかんじゃん、こうやって。時間かかるから、とっさの時にはグリップを使うみたいな、コンセプトで、行こうかな、みたいな。とりあえず行き先がないだけなんだけど、で、前にも格納できるから、なんか、とりあえずごちゃごちゃしてるみたいなまあさばけやるわけじゃないし、なんでバイポッド2個ついてんのみたいな感じかもしんないけど、これ逆にも後ろ向きにも格納できるか。あ、これ当たっちゃうな。さすがにこれ引っ込めないと当たっちゃう。引っ込めて逆角の上から見るとこんな感じ。これバックが紺色だから分かりにくいねちょっと待って、お前こっち向きにして、お前こんな感じ。もうグリップバイポッドがさ、微妙にマガジンっぽくてさ、外すとね、なんかね、間が抜けた感じになるんだよね。まあ簡単に外せるしね、これね。待って、よいしょ、こんな感じ外すと、ごちゃごちゃ系が好きな人にはちょっといいかもね。なんかさ、一般的なバイポッドとちょっと違って、一見バイポッドじゃないもんね。光が当たればいくらか見やすいな。こう斜めとかもできるしね。斜め何使うんだよみたいな斜面の時とかよくわかんないけど、前向きにしてもいいし、どうだ。まあ行く当てがないから、とりあえずこれでサプレス、これでな、ハイダ、ハイダ AK のつけたらなかなか、なんかなかなかいい感じになったから、とりあえずつけてる。これが重いんだよ、この先端が。まあいろいろまたやっていこうと思います。ほら、実際にない銃だからさ、やりたい放題だよね、いろいろまたなんか思いついたらやっていきます。